120ですけども、はい、こうやってポコポコ鳴りますよね、はい、このポンポンポンの本ですよ、はい、こっちに乗ってればいいわけです。これに乗っていて、これがないとどうしたってこう今のポコポコがないとね、どうしてもこう合わせよう合わせようになっちゃうんですよね。こうやってこれだけになっちゃうから、アメンボ赤いなあいうえお浮きもに小指もおようで、こんな感じになっちゃうんですよ。ところがテンポってやつがあって、そのテンポがこうね一拍ずつ動いてきますと、今度はこれで歩いてます。今度は歩くんです。歩きながら歌うと、アメンボ赤いなあいうえお浮きもに小指もおようで、こうなるわけですね。これが僕の言ってる歩きながら歌うってやつですけどね。だからこれをほら、ある教室の先生は前ね言ったように、ある教室の先生は歩かせるんですから生徒さんをね。だからそこで発声練習やってるかどうか知りませんけども、例えば生徒さんが来て、よし歌うよって演奏をかけて、まあカラオケをかけるんでしょうけど、かけてさあ歩けっつってね、歩きながらこう歌わせる。でちょっとでも足が止まると、うわーって怖い先生らしいんですよ。ほらほら止まった、やり直し、また頭からっつってね、また頭から演奏をかけて、またあそこから歩いてって、歩きながらこう歌うわけでしょ。でその時にね、そこでこの今みたいなポンポンポンが鳴ってれば、それに合わせて歩けるけども、カラオケだけで歩けって言われると、ほら自分の声に合わせて止まってしまったりとか動いたりしちゃうじゃないですか。そうするとその先生がわーって怒って、もう一回頭から最初からってもね。でもそうやって一生懸命こうやってるうちに、だから一番が歌い終わるまでに何ヶ月もかかるって。だって途中で止まったらまたやり直しでしょ。そんなことやって時間潰していって、それで何ヶ月か経ったら一番が歌えたみたいな。でもそうやって一生懸命やってる人っていうのはやっぱり後々リズムがよく、でもその時にこれがないとなかなか歩けないもんなんですよ。歩きたくてもね、わかりましたって言いながらね、自分の声に合わせて歩いちゃうと、やっぱりこう立ち止まってみたり、次の入り口あーってね、バタバタってこう飛びついたりするでしょ。そういうのがなくなるかどうかってね、やっぱりいつでもテンポに乗るってことですね。だからテンポに乗って歩く、まあそういう意味ですけどもね。だからこういうことをしっかりやってるうちにリズム感ね良くなり、リズム乗りが良くなってくるんですね。今のこのテンポに乗るの方は乗りの方ですからね。これをたくさんやればいいってことですね。あ、ごめんなさい。だからいつもね、ほらバックは今かけてませんけども、はい、テンポさえあれば歌えるってことです。その代わりしっかり正しいメロディーを覚えたら、はい、そのメロディーを今度はテンポの上に乗せてあげる。それが歩きながら歌うっていうことでね、できますからね、はい、この速さ、これはゆっくりですね。71歩で歩いてますからね、はい、1分間71歩です。だから長い音のロングトーンの時とかね、間が空く時もちゃんと歩いてないと次の入り口にスムースに入れませんからね。特にこのイントロから歌に入るところが難しいから、ここをしっかり歩きながら歌い出せればスッといけます。さあ歩きながら歌い出しますね。歩いてます。はい、青葉が枯れ葉に変わる頃、そうですね、歩いてます。些細な喧嘩で離れた心、歩いてます。空を飛ぶ鳥よ、自由に飛ぶ鳥よ、どこへ行こうとしているの。いいですね。ここも歩いてんですよ。ここも歩いてんです。誰よりも深くあなたを、誰よりも強くあなた、あなたを、そうですね、何度も悲しみ乗り越えて、私の試練でしょうか。歩いてます。ここも何気ない時間、この手に変えて、はい、そういうことですね。こうやって歩いてるとテンポに言葉が、なんていうのかしら、一語一語は絶対もう歌えないです、これやると、はい、もうテンポの上に言葉が乗っかってくる感じ、言葉が乗る感じですよね、はい。